はい、皆さんこんにちは。数学コーチャーの下島雄一郎です。それでは第266回準1級1次問題4の解説を始めます。なおこの検定はですね、第266回ですけれども、平成27年2月14日土曜日に行われた検定でございます。それではいきましょう。問題4、数3の内容いきましょう。複素数平面ですね。はい、こういう問題です。一応丸1丸2と問題は通して読んでいきます。ここでは丸1の解説をしていきます。I を虚数単位とします。 z イコール2プラス2ルート 3i とするとき、次の問いに答えなさいということですね。でまず丸1、複素数 z 分の1の変革 θ を求めなさい。ただし θ、この変革ですね、変革の定義域は0以上を 2π 未満としますということですね。で丸2番、複素数平面上で点 z を原点の周りに4分の π だけ回転させた点を表す複素数を求め、 a プラス bi、 まあ a、b は実数の形で答えなさいということでございます。さあ、まずここでは丸1ですね。変革についてちょっと考えていきましょう。さあ、まあここで使うっていうとですね、まあ語弊があるかもしれないですけども、まあ、使うものとしましてはまずこれですね。いわゆる基本的な極形式ですね。はい、z イコール a プラス bi っていうのは、まあ一般的に r 倍、これ半径ですね。r 倍の cosθ、この θ が変革です。cosθ プラス isθ で表すことができますよってことです。で、ただし r、この半径っていうのはいわゆる絶対値、z の絶対値、まあすなわち a 次乗プラス b 次乗のルート、これガウス平面上ですかね。ガウス平面上です。で θ を、まあ、アーギュメント z ということですね。まあ、θ は角度だと思ってください。はい、それからドモアブルの定理、実はこの問題ドモアブルを使っても解けます。でよくドモアブルを使うメリットって何ですかっていうことですね。これ きちっと答えていただきたいんですけど、ドモアブル使うメリットっていうのは結構ありましてですね、まあ、例えばなんで複素数で考えるかっていうことなんですけど、例えばやっぱり多いのは結構多いのはこれ、複素数やっぱりベクトルとしてですね、一つ捉えていただきたいんですね。そのベクトルっていう、まあ、数学 B のベクトルっていう内容ですと、動くことはありますけど回転っていう話まではいきませんよね。で複素数でこれ便利なのっていうのは、ドモアブルの定理使うことによって、まあ、ベクトルを回転させることができるよっていうことが一つで出てきます。例えば次乗したり三乗したりっていうことがありますよね。でマイナス乗すると、まあ何ですか、反対方向ですね。いわゆる視点から、まあ、ガウス平面上なんで、まあ、プラス A の方向に対してマイナスだったら負の方向っていうことで、まあ、考えることができるので、図形としてですね、いわゆる捉えることができるっていうところがドモアブル使うですね、まあ、メリットの一つではないかと思います。さあ、ここではまず丸1ですね、z 分の1の変革、これちょっとやっていきましょう。はい、さあそうしますとですね、 z 分の1ですね、まあ、この変革なんですけども、まあそれよりもですね、まずこれでいきましょう。そもそもまずこれ z っていうのが今2プラス2ルート 3i、 今これで与えられてますので、これちょっと2でくくりますと、これ4でくくりましょうか。正確に言うとこれ4でくくるとですね、実は2分の1プラス2分のルート 3i なんですね。でそうすると2分の1、そうですね、これ x 成分ですね、 y 成分です。ガウス平面上のいわゆる実軸と、まあ、虚軸、イマジナリーですね。さあそうすると2分の1、コサインが2分の1でサインが2分のルート3っていわゆる60度ですよね。まあ、60度っていうことはですね、3分の π ですか。そうすると実はこれ変革は実はこうなんですよ。これ4倍の実はコサインの3分ですね。コサインの3分の π プラス i サインの3分の π と、実はこんな風にですね、表すことができるんですね。まず z については、まあ、変革が3分の π で出てきたんですけど、問題は z 分の1なんですよ。でまずはちょっとスタンダードに求めていきましょう。はい、そうするとちょっと別解として、まあドモアブルをちょっと紹介するっていうことでいたしましょう。ドモアブルだとすごいすぐ終わるんですけれども、はい、ただ一般的な解法ですね、それはちゃんと示していきましょう。はい、 z 分の1なんですけれども、はい、これどうなるかっていうと、ちょっと2プラス2ルート 3i 分の1ですので、この2はちょっと、外に出しておきましょうか。1プラスルート 3i ですか。ま
あこんな感じですよね。z 分の1ってこんな感じですよね。でそうしますと次なんですけど、これこうしましょう。有理化です。はい、2分の1プラスルート 3i、 ここ1マイナスルート 3i とします。はい、そしてここも1マイナスルート 3i ですね。はい、まあここにちょっとこんな風にちょっと置いてください。そしたらこれ計算するとじゃあどうなるかっていうと、これ計算するとですね、はい、実はここ計算すると 1-3 なんですけども、 i の2乗マイナス1ですよね。ですからこれ4になっていきまして、実はここがちょっと4分の1としましょうか。はい、ここ2分の1、2分のマイナスルート3ですね。そうすると2分の1マイナス2分のルート 3i と、はい、こんな風に出てきます。そうすると実はコサインが2分の1の値で、サインがマイナス2分のルート3ってじゃあいくつになるかっていうと、これはですねこうなります。はい、4分の1倍のコサインの3分の5倍ですね、まあ、300度ですね、プラス i サインの3分の5倍と、まあ、こういった形になりますので、はい、3分の5倍、これが答えですね。ということは、はい、シーターは3分の5倍と、はい、こういった形でまず答えが出てきます。ですので、まあ、変角シーターっていうのは3分の5倍ですね。これが正解ということになります。まずはこれスタンダードにですね、こういうふうにやっていった場合に関して、お話していきました。さあ、今ちょっとスタンダードのやり方をお話しましたけど、上でやったんですけど、上でですね。で、ちょっとですね、絶対値のここっていうのは計算してもいいですし、実はここ2分の1ですね、コサインとかサインの値っていうのは、まあ、2分の1とか2分のルート3とかルート2分の1とかがほとんどですので、その形作ってしまっても OK です。その形を作ってしまってここを求めていただいても OK です。はい、よろしいでしょうか。で、ちょっとドモアブルの定理がじゃあどうやって使えるかっていう話を、していきたいと思います。まずはちょっと最初はスタンダードにありましたけど、これ使ったらですね、実はすぐ終わってしまうんですよ。これよりも結構時間としてはすごい短縮して終わっちゃうんですね。で、まあ例えば生徒とかにですね、例えば、まあ、確認する際はですね、例えば、まあ、こういう有理化の計算はちょっとまずですね、これ生徒にやらせてもいいんじゃないかなと思います。で、あとはこここうなるようにして、じゃあコサインが2分の1でサインがマイナス2分のルート3になるような角度ってじゃあ何度だったっけみたいな形でですね、問いかけするといいと思います。まあ問いかけというか発問ですよね。発問していただければよろしいかと思います。はい。で、ドモアブルでやるとこういうことが言えるんです。これ教科書のところにもですね、ドモアブルの定理のところにいわゆる一つ説明段階としてあるんですけれども、こういったことがちょっと言えます。ちょっと紹介しておきましょうか。はい、ではちょっと上のあたりをちょっと消していきますね。ドモアブルの定理っていうのだけちょっと残しておきましょうか。はい、これをちょっと使っていきますね。はい、そうすると別解ということでいきましょう。まあ、答えはもう θ イコール3分の 5π なんですけど、はい、今先ほどこう z っていうのはこうやって出しましたね。まあ、z っていうのは、4倍のコサイン3分の π プラス i サイン3分の π、まあ、これは先ほどここで出していった内容ですね。まあ、もう一回同じこと書いただけなんですけど、 z 分の1っていうのはこれ z のマイナス1乗ですよね。これ指数関数の時にもやりましたよね。マイナス1乗。ということは、マイナス1乗ですので、n にマイナス1入れてます。n にマイナス1入れると、これ、コサインマイナスセータープラス i サインマイナスセータになるんですね。とすると、じゃあこれどうなるかっていうと、はい、z のマイナス1乗っていうのは実は、z 分の1っていうのがこれ z のマイナス1乗ですから、z 分の1は z のマイナス1乗ですから、そうすると、4のマイナス1乗ですね。4のマイナス1乗、これ4分の1なんですよ。で、コサイン3分の π にマイナス乗ですから、これコサインのマイナス3分の π とプラス i サインのマイナス3分の π と、でこんな感じでできるんですね。ただ、はい、問題ではここでは、はい、
注意点として、ただし0以上 2π 未満なんで、マイナス3分の π とですね同じ角度っていうのは3分の 5π になりますので、そうするとここの部分をこんな風に3分の 5π とプラス i サイン3分の 5π とね、こうやっていただければよろしいんじゃないかと思います。はい、よろしいでしょうか。ですのでまずはスタンダードな解法を1回見せてですね、それで実はこれドモアブルの定理使ってもですねできるんだよっていうことを示してあげればよろしいかと思います。はい、それではですね、まず、第266回準1級1次問題4丸1番ですね、解説の方を終了いたします。ありがとうございました。